今日こそ連敗ストップへ。ホークスは3回、先頭の川瀬がチーム初ヒットで出塁すると、二塁一塁とチャンスを作り、得点圏打率リーグトップの近藤健介。チャンスを生かせず先制点を奪えません。先発は5勝目を狙う大関。再三ピンチを背負うもフォークを低めに集め、粘りのピッチングを見せます。打線は5回、中村晃がヒットで出塁、続く牧原大成。この当たりで俊足を飛ばして内野安打で出塁。でこの後なんですが、一塁二塁の場面でなんと西武が近藤との勝負を避け申告敬遠。3番近藤敬遠、満塁の大チャンスで打席には4番キャプテン柳田。初球でした。センター前に運んで先制のタイムリーヒット。キャプテンが意地を見せて連敗中のチームを盛り立てます。直後の6回、大関は1点を失うも6回1失点の力投を見せ、マウンドを後続に託します。しかし同点とされ迎えた8回、3人目の津森が西武に勝ち越しを許してしまいます。ただその裏です。ホークス近藤が出塁して、藤本監督代走の切り札周東を送ります。勝負です。初球にあっさり盗塁を決めて二塁に進むと、やっぱり早い。その後三塁二塁とチャンス拡大。一発出れば一気に逆転の場面で親方デスパイネ。内野ゴロ、周東がホームを狙うも生還できず。続く上林も倒れ悔しい逆転負けで、なんと今シーズンワースト6連敗です。